こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日は3月4月に一番着たい着物の色というテーマでお伝えをいたします。さあ皆様は3月や4月にはどんな色のお着物を着たいですか？そんな風に季節ですとか暦の関係で着たい色を選んでいらっしゃいますか？考えていらっしゃいますか？この東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様がお役に立つ内容を毎日のように発信しております。ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。チャンネル登録をなさってください。さて3月4月に一番着たい着物の色なんてあるのかしらって思われる方もいらっしゃいますよね。はい、あるんですね。これはなぜかと申しますと、やはり季節が変わって日差しが変わってくると、こう目に入る色の好感度っていうのが変わってくるんです。寒い時はこうなんかほっくりした暖かい包み込んでくれるような暗い穏やかな色が良かったりしますけれども、日差しが明るくなってくると、なんか気持ちも晴れやかになって、ルンルン外に出たいな、お出かけしたいな、あの綺麗な明るい色がいいかしらみたいな、そんな気持ちになってくるんですね。ですから季節によって着物の色の好感度というのは変化するんです。季節によって。そのことを少し頭の中に入れておいていただくと、お召しになるお着物を選ぶ時の参考にしていただけると思います。はい、夏が過ぎて9月になってだんだん穏やかになって、そして10月11月と暗い日が多くて一番暗い色を楽しんだというような季節が過ぎて、12月1月になってくると昼間が長い時間が増えてきて、明るい日差しの時間が増えてまいります。そうすると好感度が高いお着物の色が、この間までは暗い色だったのに、もう少し明るい色、それからもう少し綺麗な色が着たいなっていうような気持ちになってきます。そして目に入る他の方のお着物も、そんな色合いが素敵ね、いい色ねっていうふうに思うように変化してくるんですね。ではこの3月から4月にかけて好感度が高い色というのはどういう色かということなんですが、それはやはり春らしい綺麗な色ということになります。春らしい綺麗な色が3月と4月には好感度は高いですね。で、特にだん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 3月4月5月6月となってきますと、本当に月を追うごとにその感覚は高まっていきまして、どん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 明るい色が好感度が高くなってくるんです。それから気象の変化が激しかったりするので、ほとんど明るい日差しなんですが、やはり暗い日もあって、卒業式などはルンルンした明るい日差しっていうのは今までは少なかったんですけれども、今温暖化でかなり変わっておりますが、これまでは3月の卒業式というのはまだ暗い日が多かったんですね。で、それに対して4月の初め、少ししか日にちは経っていないんですが、4月になりますと桜も咲いて、少し日差しも明るくなって、綺麗な色が好感度が高いというように変化してまいります。ですから、綺麗な薄い色の好感度が高まるのが3月4月ですよということになります。では綺麗な薄い色とはどういう色ですかということになるんですが、それはピンクの綺麗な薄い色でも結構です。オレンジでもいいです。水色でもいいです。黄緑でもいいです。青でもいいです。こういう紫系でもいいです。とにかくこう綺麗な薄い色ですね。綺麗な薄い色という色が好感度が高く見えます。ですからそういう色を持っていらっしゃると、その季節には大活躍いたします。またその季節にたくさん着ていただきたい色合いになります。今日このお着物私着ていますけれども、このお着物を本当に気に入っていますが、11月とか12月にはほとんど着ないですね。着ない色合いです。その頃にはもう少し落ち着いた色合いを着ることが多いです。このように季節によって好感度が高い色というのが変化いたします。ですがその中で個性によって好きな色、似合う色がすごく違う。それからまた先生ですとか上に立つ方は
やっぱり他の方と違う色を着て先生らしく見せたいとかそれらしく見せたいというのがありますから、その季節の好感度の他に立場ですとか状況とかこう見せたいっていう意思が働くと、皆さん薄い色ばっかり着るわけではないですね。その意思が働いて暗い色を着たり黒を着たりっていうようなことになります。今日は一般的に3月4月に好感度が高い色という観点でお話をしています。そうしますと秋になる頃に私が濁った色がだんだん受け入れやすい季節になりましたというふうにお話をしているのに対して、それが秋ですが、それに対して春になると濁った色、濁った暗い色というのは好感度が高くないんです。好感度が高くない。逆に澄んだ綺麗な色、薄い色というのが好感度が高くなります。ですからここでその両方を一緒に使ったりするとコーディネートがとても変ということになりますので、ご注意ください。綺麗な澄んだ色と濁った暗い色を一緒に合わせるとちぐはぐになって素敵なコーディネートになりません。今日私が着ている着物は綺麗な澄んだ色です。そしてこの帯も綺麗な澄んだ色ですけれども、明度が高いといいますか強い色が入っていますので、この帯はいろんな濁った色にも合わせることができますけれども、今日は澄んだ綺麗な色に合わせていますというコーディネートになっています。濁った色というのがどういう色か、これは夏の帯なんですけれども濁った色ですね。濁ったくすんだ色です。こういう色を持ってくるとこの綺麗な色が途端になんか居場所がなくなってしまうと思いませんか。そしてこの帯もなんか全然居心地悪くそこにいるように思いませんか。綺麗な透明感の高い色、そして濁った暗い色は一緒に使うとお互いにちぐはぐなんです。ですからそういう使い分けに気をつけてください。それが着物と帯だったり帯締め帯揚げだったりっていうことがあります。とにかく色で見た時に色が綺麗な色同士、あるいはパンチが効いた強い色、はっきりした色だったらそのどちらにも合わせることができるので、そのようなことに気をつけて使ってください。それからこの着物も私は春になるとよく着るんですね。3月4月によく着るお着物の一枚です。これはこの薄いベージュ地に藍染めで明るい青で線を引いたお着物なんですね。以前の動画で着ていますけれども、これもこの季節に着るお着物ということになります。なぜ他の季節に着ないかと言いますと、この季節が一番このお着物が素敵に見える、そして他の季節にはちょっと色が明るいっていうようなことになるんだと思います。かなりはっきりした青なので、暗い季節の時にはちょっとこの明るさが目立つんですね。ですからまあ TPO を考えて着物は着ていますし、そのお着物の色によってよくその色合いが合う月がある、合う季節があるということになりますね。3月4月になると毎年このお着物を出して着ることを楽しみにしています。このように3月と4月は少し綺麗な色になるんですが、5月6月になってきますとその色合いがだんだん強くなってきます。でその時に徐々にこの生地の厚さとかっていうことも関係してくるんですね。やはり だんだん温暖化になりますので、もう5月になるとモコモコした生地とか分厚い生地とかっていう重苦しい感じの柄とかっていうのが合わなくなってきます。ですから色だけではなくて生地や素材感も影響してくるんですけれども、爽やかさ、涼しさ、明るさというようなことがだんだん気になってきて、それらを考慮しながらお着物を選んで着ていく季節になるということになってまいりますね。今日は3月と4月に一番着たい色のお着物というテーマでお送りいたしました。それは薄い綺麗な色ということになります。ぜひこの季節にたくさん楽しんでください。
今日の内容はいかがでしたでしょうか。皆様のお役に立てれば嬉しいです。このように東京日本橋着物を楽しむ学校は、毎日のように着物初心者の皆様に向けていろんな情報を発信しておりますので、ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。また第4回世界着物フォトコンも開催しております。この次の動画で着物フォトコンのご説明も少しさせていただきますね。現在第5回目ですが、この前の回第4回目までで3000近いご応募をいただいておりまして、たくさんの皆様の着物姿を画像や動画でご応募いただいております。世界中の方々からご応募いただいておりますので、大変見応えがあるコンテストになっております。ぜひ解説欄からご覧ください。またご自身でもご応募なさってください。お待ちしております。さて、今日の着物クイズです。3月4月に着たい着物の色、それは真っ赤です。3月4月に着たい着物の色は真っ赤です。さて、丸か×かどちらでしょう。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。